アニメ、ドラゴンボールの新作、ドラゴンボール大魔、大魔の第2話が18日、フジテレビ系で放送された。放送後、第2話あらすじ&場面カットが公開された。第2話は、平和な日常を送っていた、悟空たちは、突如、ある陰謀によって小さな姿に。その理由が、大魔界と呼ばれる世界にあるらしきことを突き止めた一行の、元に、ミステリアスな少年魔人、グロリオが現れる、というストーリーが展開された。同作は鳥山明さんが全く新しいエピソードを執筆した完全新作アニメシリーズ。原作、ストーリー、キャラクターデザインほか制作に詳細に携わった作品で、乗り物やモンスター、モブキャラクターなどのたくさんの設定を描き下ろしており、ある陰謀で小さくなってしまった悟空たちがその解決のため未知の不思議な世界へ繰り出すストーリー。ドラゴンボール、ドラゴンボールは1984年から週刊少年ジャンプで約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後もテレビアニメ、映画、ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。2013年には17年ぶりの劇場版シリーズが復活した手続きに大ヒットする中、2015年に原作者鳥山明さん原案によるシリーズドラゴンボール超がスタート。2022年には映画ドラゴンボールスーパーヒーローが公開された。